相鉄 JR 直通線に停車駅などの計画があります。相鉄 JR 直通線は2019年11月に開業した路線で埼京線渋谷、大崎方面から武蔵小杉などに停車し新川崎、鶴見などを通過します。武蔵小杉から約15分間、羽沢横浜国大まで止まりません。途中経由する駅があることから 相鉄 JR 直通線には鶴見駅への停車計画などがあります。また、新川崎駅も通ることから停車なども考えられています。しかし、新川崎駅では横須賀線などのホームとは若干離れた線路を走行するため、新川崎駅の停車は難しいと考えられます。また、新川崎からは武蔵小杉からの折り返しができるので、 あまり需要はないそうです。しかし、鶴見から、羽沢横浜国大方面や、埼京線方面を利用する場合は、利便性が向上します。団体から、停車の要望もされていますが、貨物線路を利用しているため、線路用地の関係でホームを作るスペースがないそうです。また、鶴見駅には、 横浜市営地下鉄グリーンラインの日吉駅からの延伸計画もあり、需要が高まっていくと考えられます。これで7月11日の KAB ムービーズを終わります。